失敗しない鶏胸肉のスモークチキンを作ります。まずは下処理です。鶏皮と余分な油を除去してきれいにします。塩漬けです。白だしベースのソミュール液で1日漬け込みます。1日後です。塩漬け後は軽く水洗いをして、水気とぬめりをしっかり拭き取ります。これくらいきれいに拭き取ったら、外干しを3時間ほどして表面を脱水させ煙のりを良くします。燻製工程です。70度2時間ほど燻製をします。2時間後です。きれいに煙が乗っていい感じにいぶせました。燻製後は外などで保存し、食べたくなった時に食べれば OK です。5日後です。これでスモークチキン完成です。火は通していないんで加熱処理が必要なんですが、これは焼いて食べるとめちゃくちゃうまいです。よかったらお試しください。